その女神の御事様とこの子の撮影姫様のあのおこしんがコホホデミコの御事様なんですけれども、今足りないことは、その悪いところを見つけ出すんじゃなくて、どう補い合うかっていう発想に変えてごらんっておっしゃってます。補い合うこと、補い合うことが大切、今この世の中っていうか、そう、自分の意図しないものに足をこう、そう、引っ張られないようにっていうふうにおっしゃってます。こんにちは、ゆきみです。今日は関東総鎮守箱根神社へ心を込めて参拝させていただきました。箱根神社のご祭神は箱根の狼様、ニニギの御事様、木の花咲夜姫様、ヒコホホデミの御事様、二柱を総称として箱根の狼様とお呼びしています。今回はヒコホホデミの御事様、そして木の花咲夜姫様からの言霊お伝えさせていただきます。そしてその二柱の御事様と木の花咲夜姫様のあのおこしんがヒコホホデミコの御事様なんですけれども、今足りないことは、あの補い合うことって言ってます。補い合うことが大切、今この世の中っていうか、そう、補い合うっていうこと、で完璧なもの人っていうのはなかなかいないから、それをみんなで補い合えばいいんだよって、その欠けてる部分を、その欠けているっていうかな、その簡単に言うと、もっと言うと簡単に言うと得意分野のそれぞれに補い合うこと、補い合うこと、そうそうって、それを伝えてほしかった。補い合うと、もっと潤い合う、会えるんだよねっておっしゃってます。補い合うっていうことを一つキーワードに言って、だから何かサポートできることはないかとか、補い合えるようなことを考えること、例えば誰かのできないところを指摘するんではなくて、その人の補えることがあるんじゃないかなっていう視点を考えること、何かを達成させるとか到達するために、じゃあ自分は何、その例えばプロジェクトだったら、そこで何を自分が、補えばいいかっていうことを、誰かのできないじゃなくて、そういったものじゃなくて、自分の、力でどうみんなで補い合えるかっていうふうに言ってますね。補い合えるか、だからその悪いところを見つけ出すんじゃなくて、どう補い合うかっていう発想に変えてごらんっておっしゃってます。冷静を保つ、もしくは高めることっていうのは、この花咲夜姫様がおっしゃってますね。保つこと、保つこと、冷静を保つこと、何か自分の意図しないものに足をこう、そう、引っ張られないようにっていうふうにおっしゃってますね、今。そうするためには、同化しないことっていうふうに言って、同化しないこと、そこに、
ね。大河展で木の花咲夜姫様の、テーマだけは愛だったんですね。愛、愛がテーマで、で全く他の神様と、そう全然こうエネルギーが本当に穏やかっていうか、やっぱり神様によって全然こう腕の動き方が全然違うんですけど、本当に木の花咲夜姫様本当に静かにこう冷静にこう描いていかれるっていう感じで、最後の最後であこんな風になるんだっていうぐらい感動するような絵を描かれたんですけど、そう言っていいよと、その最終日にその京都からいらっしゃった方がそれを見て、本当に、麗しい美しい方だったんですけど、女性性のある方がその、行く先が多分帰った時点で行く先が決まってるっていう感じで、その方だったんだっていうことで、その方はもう来る時から用意されてたんですね。でこのぐらいでなんかもう買うつもりでいて、秋さんの方にも連絡をしてたみたいで、まだありますかって。でその時も全部完売しちゃってて、でもしかしたら1点あるかもしれないっていうことだったんですけど、ちょうどそれが最終日に間に合って、この花咲夜姫様で次のテーマが愛で、なんか 3つ書く予定だったんですけど、1個だけで違う神様の方2点もうすごいお力がバーンって降りてきてなったので、この花咲夜姫様の愛がテーマに、じゃあ次やらせていただきますっていうことで、させていただいたんですけど、お話しなさいっていうから、もしかしたら、またそういった会をするかもしれないので、もしね、もしかしたら今度近くでできるかもしれないので、もし見に行っていただけるようだったらいいかなって、多分もうその時見たらもう終わりみたいな感じになるので、結構待ち受けにされたりとか、する方がとても多くて、芸術に特に力を貸すっていうふうに言ってますね、そういう芸術を見てとか。箱根神社の境内には神道の名言が記されています。神は人の敬意によりて意を増し、人は神の徳によりて運を添う。この言葉は、神様は人々の崇敬感謝と祈願をお受けになられて、ご厚意を輝かされ、ご神意を高められます。人々が敬えば敬うほどに力を発揮されるっていうお言葉です。そして人は力を増された神様のご神徳、すなわち生きる力、元気の源をいただいて幸せに進んでいけるのですというもので、神社や家庭でのお祭り、お参りはまさにこの言葉を具現化しています。この神道の名言は御成敗式目より引用されたもので、御成敗式目とは上映式目とも呼ばれ、北条泰時が上映元年1232年に評定衆という鎌倉時代に鎌倉幕府の最高機関として設置された機関に命じて編成し、鎌倉幕府の基本法廷で、それ以降江戸時代に続く武家社会の基本法廷として重要視されました。全部で51条からなっていますが、その第1条にこういった言葉がありまして、神社を修理し祭祀をもっぱらにすべきことと定めています。こちらは御社殿、そして境内を整え、神祭りをしっかりやらないといけません。そうすることで神々のご加護のもと、日本の国の発展と国民の幸福はいつまでも続くのですからというものでした。そして次に先ほどの名言が続きます。神は人の敬意によりて意を増し、人は神の徳によりて運を添う。またこの武家の憲法とも言うべき御成敗式目の冒頭に記された起承文には、箱根狼は願いを捧げる神仏の筆頭に挙げられています。私も本当にこの人々が敬えば敬うほどに力を発揮されるっていうことを日々実感しておりまして、やはりそうですね、神様とのつながり、パイプが太くなれば太くなるほど、
で最近私以前駒神社の会でお話ししていたことがあるんですけれども、ご先祖様の名前を呼ぶとその時すごく不思議なことがあって、その守りが強くなったっていう、もしよろしかったら駒神社の、神社参拝の会を見ていただくといいかなと思うんですけれども、そのお話をさせていただいた後ですね、最近あそうだと思ってその朝起きがけにご先祖様のお名前を呼んで感謝の言葉をお伝えして、そうするとものすごくご先祖様がうわーっと喜ばれるんですね。ですごくそして命を守ってくださってありがとうございますということを助けてくださってありがとうございますということを朝起きがけにご先祖様の名前を唱えて言うんですけれども、そしてその後に私最近プラスしているのがですね、神様のお名前、神様だけじゃなくってお名前をお一柱お一柱いつもお導きいただいている神々のお名前を唱えて感謝を申し上げたりしてるんですけれども、そうするとですねやはり神様ももうとてもお喜びになられて、本当にお導きというかお力が、お導きのお力が強くなるというか、うんうんうんとおっしゃってますね。それをとても実感しています。